work! はい、つみえき。こんにちは、大西です。今日も刀をよいしょにやっていきましょう。今日はおなじみの動詞、work。こちらの使い方をまとめています。 普段は働くという意味で使っていることが多いと思うんですが、この働くという意味から結構ね、いろんな使い方があるんですよね。今日はその例文をまとめています。一緒にまず例文の中で使い方を理解しましょう。イメージが分かったら、あとはたくさんですね。 英語の方を音読していってくださいね。たくさん英語の方を入れていってください。最終的には日本語が消えるようになるのが大切なんですよね。日本語は最終的にはいらないわけです。英語をそのまま理解して、英語のまま使うっていうのが大切なので、日本語っていうのはあくまで私たちは日本人なので、最初イメージを沸かせるためにサポートとして日本語を使うだけです。何も日本語を一言一句訳す練習ではありません。 日本語はあくまでイメージを沸かせるために使う。それは仕方がないことです。だって日本人だからですね。はい。イメージが沸いたら、あとはたくさん英語の方を音読していってください。英語をそのまま、英語のままイメージとともに入れていくんです。そしたら日本語が浮かばなくなります。それまでやるってことですね。はい。ではやっていきましょう。No.1 I work for an IT company. 意味としては私は IT 会社で働いてるよということですね。IT って何でしょうねって改めて聞くとなんかパッて浮かばなくないですかよくね、IT、IT って言いますけど。インフォメーションテクノロジーの略だから情報技術ですね。はい。情報技術、IT カンパニーですね。IT 会社で働いていますと。はい。これはいつもね、働くっていうね、いわゆる一般的な意味ですよね。 愛が,が主語、work が動詞ですね。はい。work っていうのは自動詞なので自己完結ですね。右側に直接目的語は取れないんですよね。だから SB 文型です。私は働く以上なんですよね。何かをって取れないわけですよね。はい。なので、飾りとして前置詞がいるわけ。対象を持ってくるときは前置詞があります。 I work for 何々ね何々のために何々を目的に何々に向かって働いてるっていうことで、えー、どこどこで働くっていう意味になるわけですね。for っていう前置詞は目的を表しますよね,ね。present for you ですよね。はい。なので目的を表すので IT カンパニーのために IT カンパニー意識を向けて働いてるよっていうことで IT 会社で働いていてるになりますこの for の後は会社名とか、あと人が来ることもあります。I work for Mr. Suzuki とかになると、鈴木さんのもとで働いています。まあ、鈴木さんが上司なわけですね。鈴木さんのもとで働いています。みたいな感じになりますね。はい、ということで、ではこの work 働くですけども、ここからいろんな使い方ができますのでやっていきましょうね。No.2 この機械動いていませんと。例えばなんか券売機とか何か機械が動いていない。 働いてないわけですよね。だから work が使えるわけです。はい、では行ってみましょう。This machine マシーンと同じ数字だったから、ですよね。はい、isn't たまに書くとね、久々書くとね、えって思いますよね。working はい、こんな感じですね。 はい、えー、では This Machine が主語。はい B 動詞と進行形ですね。はい B 動詞と動詞 ING です。現在進行形は今の躍動感ですね。今もっか動いてないわけです。日頃というよりこれはまあ今の状況にポイント、スポットを当ててるわけですね。はい Work 人が主語の時に私は働く仕事をするんですけど機械が働いてないんで動いてないってことになるわけですね。はいこれ考えやすいですよね。OK3、okay, 私の計画はうまくいったよっていうことですね。まあ何か計画していて友達をびっくりさせるね。サプライズパーティーとかなんか計画しててうまくいったよ昨日したよってことですね。なので、my plan worked はい、こんな感じですね。はい、主語が my plan。私の計画は worked。はい、ここは work に ED ついて過去形になっています。ここは T 発音ですね。worked。 はい、うまくいった、機能したということになるわけですね。OK、4、この薬はよく効くよってことですね。まあよく効く薬って日本ではやっぱりセイロガンじゃないですかね。<laughs> ちょっとごめんなさい。セイロガンって本当にびっくりするぐらい効きますよね。はい、ということであれは何なんでしょうか。はい、では、This medicine。はい、メディスンが主語ですね。はい、効くよ。 働くよってことですね。works well. はい、こんな感じですね。はい、this medicine. はい、えっ、ーえー、と、薬ですね。<laughs> はい、薬が works。はい、この S は三人称単数の S ですね。一般動詞の現在形のとき、主語が三人称単数だったら S をつけるよっていうルールですね。はい、well っていうのは副詞でうまくとかよく上手にっていうことですね。はい、この薬は働くよよく、機能するよよくってことは よよく聞く聞ってことになるわけです、ね、こういうお薬にも使えるわけですよね。Okay, five. 今度は A さんと B さんの会話です。A さんがいつ都合がいいですかと聞いたら B さんは木曜日が都合がいいです。っていうことですね。はいここに Work を使っていますね。はいではまず、When are you available? はいいつ空いてますかいつ都合いいですかってことですね。すると、Thursday, Thursday works for me。はい、こんな感じで使うことができますね。はい、では、聞きたいことが頭、when ですね。いつ聞きたいので、when が頭ですね。はい You are available. あなたは空いているって意味なんですね。質問なので B 動詞が前に出ます。はい、available っていう形容詞は空いている、利用できるっていう形容詞なんですね。なので相手の都合を聞くときに使います。 あとはね、あの、レストランとかで席が空いてるかとか、あとはホテルのお部屋が空いてるかとか、ね、空いている、手に入る、利用できるっていう形容詞なので、あなたは空いてますか利用できますか都合いいですかっていうことですね。これ、are you free? よりも、あの、ちゃんとした聞き方って感じですね。are you free? ってもちろん使うんですけど、暇ですか ってことですね。時間ありますかってことなんですが。あ am available? って言うと、まあ、なんかよりこうちゃんとした言い方ですね。都合がいいかっていう感じですね。はい、OK。で、Thursday works for me.Thursday が主語ですね。木曜日は works。はい、機能しますよ、私にとってってことは、木曜都合いいですってことになるわけですね。はい、こんな感じで使えるわけですね。なので、働くっていうね、直訳だけ。それだけにこだわらずに、えー、ものが働くってことは、機能するとか、うまくいくとか、 効果があるって感じで使えるわけですよねはいでは言っていきましょう No.1 I work for an IT company 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 I work for an IT company. 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 Number two. この機械動いていません. This machine isn't working. This machine isn't working. This machine isn't working.

My plan worked. 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 Number four. This medicine works well. 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 Number 5いつ都合がいいですか? When are you available? Thursday works for me. 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 When I available. 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 Thursday works for me. OK! 今日もあなたの口が育っております。Thank you for watching. See you next time. Bye!